私たちの結婚式。式は、旦那の姉が挙式したプロテスタント教会にて。披露宴は、結構高級なステーキ専門店を貸し切り。二次会は、知ってる人なら知っている喫茶店を貸し切り。ただし、参加してくれたメンバーは、一切、その価値を知らなかった。私も、その辺のところを全く知らないので、私にとっても価値はない。その後、話題にできただけ。旦那の友人 A の結婚式。式は、丘の上のカトリック教会。披露宴は、少しお高いファミレスを貸し切り。二次会は、カフェバーを貸し切り。披露宴会場から、むちゃくちゃ遠かった。この時点では、パクられていると気づかなかったのだが。後日、旦那と友人 A の共通の友人 B から垂れ込みがあった。友人 A が、お前たちのせいで、周りから非常識と言われるようになった。とか言ってますが。はあ？まず、式について。私たちは、旦那の姉が挙式したところだからスムーズに行ったが、あちらは、なんちゃってチャペルじゃなく、本当の教会で挙式って素敵よね。と、自宅の最寄りの教会をチョイス。それが、厳格なカトリック教会だった。式の前に、何度も礼拝に行く必要があったとか。披露宴について。私たちが呼んだのは、親戚と本当に親しい友人のみの、こじんまりしたもの。パクった友人 A は呼ばれていない。仲人は、旦那、プラス、友人たちの恩師で、挨拶程度だったがちゃんといた。友人 A は、私たちが仲人なしで、式、プラス、披露宴をやったと勘違いして。その上、ステーキ専門店、イコール、ボルクスレベルと勘違いして、会場の選択を誤ったようだ。呼んだのも、職場の上司、同僚など大勢。その後、上司から、仲人も立てずに、あんな会場で披露宴なんて、常識がないんじゃないかね。と怒られ、上司からの覚えが悪くなったらしい。で、友人 A とその嫁は、私子夫婦が悪い。と逆切れかました。知らんがな。なお、私たちの式などについては、私自身は、結婚式なんぞに興味がなくて、すべて旦那任せだった。